ンチは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。商店街良かったね。いや良かったですのね。もう本当になんかもうなんか道路を見るたんびにですね、なんか、うん、あお酒しか飲んでねえなっていう、うん、すごいなんか、うん、たらふく食べさせていただいてたらふく飲んでみたいな、うん、本当にこう幸せなロケでしたね。あれは本当にそうだね、うん、なんていうかな、その土地に行って、はい、その土地の人と触れ合いながら、うん、やっぱ食べるというのはやっぱりグッと友達になれるね、うん、あそうですよね、うん、うん、まだいい。あれからどう、急須でお茶飲んでる？あ、飲んでますよね。もうこの間もいつもこのなんかやっぱ周りがこうアメアメになってますんで、うん、あの栗浜商店街の橋本茶房でさせていただいたやつ、うん、あれすごく使いやすくて、うん、もう本当になんか私が使うのにはもったいないぐらいのちょうど高級な感じでございまして、うん、お茶がねやっぱりいつもより何段も、うん、美味しく感じますので、ね、うん、ただね、美味しいだけじゃなくてね、はい、1日に1回、うん、こうお茶を入れて、うん、飲む、これなんていうかな、本当のリズムっていうかさ、はい、今忙しいじゃない。あら、そうですよね、うん、その中でこうこれが大切なんだっていうのは、ほっと一瞬こう、そうなのよ。トラック野郎ねえかな。トラック野郎どっかありますか。一番星を、ね、待った、トラック野郎やったねー、一番星ご意見無用。うわ、すげえ。ほら、言っただろ。でか、すごい。あ、でかいですね。あ、これはね、あ、第1話のやつだよ。あ、第1話の。うん。ご意見無用は第1話。あ、なるほど、なるほど。お城シリーズ。わー、お城シリーズ。わー、これたまんない。小倉城。あー、小倉城、いいですね。あー、松山城。松山城、姫路城。あー、鶴ヶ城、白虎隊。源義経、高いぞ、おい。14,800円ちょっとしますね、お前。本当だけど。兜だ。あ、兜。これは5月の。そうですね。子供の日におじいちゃんが孫に。ああ。買うね、これね、兜の。うわ、すごい。ああ、買って兜の尾を締めよう。ああ、いや、本当ですね。この掛け軸、ちょっと僕、すごく興奮してるんですけど。おお、これなんだよ。おそらくですね、これ、三国志の劉備、関羽、張飛の3人なんですよ、これ。いや、歴史に詳しいんだね。結構ね、好きなんですこういうのが。まさかこんな掛け軸はね。その3人で誰が好き？僕はね、関羽ですね。あ、どういう性格なの？関羽さんはですね、もう本当にこう劉備さんが一番上の方なんですけども、うん、劉備さんに尽くして、うん、最後は自分の命が果てるまで、うん、劉備さんをに尽くした方ですね。で、その敵の曹操っていうのがいるんですけど、その曹操から劉備さんを守るために自分の城を捨てて命を張って劉備さんが守ったという石壁の戦い。あ、はい、レッドクリフ、はい、レッドクリフの映画は見たけど、はい、すげえなわーぐらいなもんで、歴史はきちっと知らないんだけど、結構なんで好きなの？三国時代なんてもう西暦200何年、うん、もう1800年以上前のことをやっぱりこう今でもこうちゃんと史実に残ってやってるというのがちょっとすごいドラマを感じるというか。しかし、たまたま入ったよ、上海湾さんだことよ。いやね、大当たりだよ。このセレモニープランって何分ぐらいで終わるんですか？1時間ぐらいですか？そうですね、挙式自体はだいたい30分ほどになりますね、はい、うん、で、フラワーシャワーをしたりですとか、うん、フラワーシャワーを、はい、そうですね、皆様で、あ、こういう感じで、はい、お楽しみいただいたり、全部のします。
集合写真なども撮ることができます。というわけじゃなくて、はい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 、うん、いいですね、うん、はい、じゃあここから今井さん、はい、7分間どうぞ、はい、早足フリーで、はい、じゃあこれと、はい、行きます、行きます、じゃあこれよいしょ、じゃあいただきます、どうぞ、どうぞ、うん、あ、本当にうまいですよ、これは、うわ、うまいよね、うん、あ、おいしそうですね、おいしそう、小学校時代か、はい、あ、保育園時代か、ポパイにてさ、ポパイ、はい、ハンバーガー食いてなんか見たもん、なくするよ、あ、うまい、あ、うまい、うまい、あれもまずこの大きい、うん、ね、あのちょっとこっち上の段の方、うのが大変身っていう。もういつものパンチの歌シリーズになっちゃうけど。あ、歌、はい。清水港の名物は知ってる、お茶のお香りと男だって知ってる、この頃あちゅうまでは知ってるということで、うん、そうですね、どんな少年、どんな青年だったんですか、うん、真面目でしたよ、あー、やっぱり、うん、やっぱそこに、うん、いや、どっか、それはそれは分からないちょっと成り行きで、はい、でほら、昔から知ってるとずっと友達でしょ、そうですね、それは、結婚となると、うん、その決め手は何だったんですか、まあその頃にはうちには小十ともいましたから、はい、姉妹もね、はい、そこへ嫁に来るっていうんだから、うん、よほどの覚悟 で、 そうです、ね、やはり自分に惚れられなければ無理でしょう、でもなかなか今の人は飛び込めませんよ、でも私はあの家のことをやるんだったらいいけど、お店には嫌だよって普通になりますけど、うん、でもこの辺の商店街のお嫁さんってみんな、はい、その頃はみんなそういう感じでしたよ、ああそうなんだ、時代が、それが当たり前だったんだ、なるほど、こう思ってもいいし、はい、ちょっとこうね、こうリュックにもなるという、やっぱりこう、いいですね、これやるとやっぱ楽だもんな、いや、そう、やっぱりね、こう持つよりね、背負った方が移動もしやすいですし、うん、なんかまたこういうことですか、モデルさんもやっぱりね、なんかやっぱこう、こなしが素晴らしいというか、やっぱりね、今こういうピチッとしたシルエットもあるんだけど、わっというシルエットも流行ってるみたいだね、あー、うん、なんかよく見かけますね、そういえば、女性の方とか特に、一応は宮城県なんですか、いやいや、私は愛媛県です、愛媛県の松山です、松山は僕、大学の時に
キャンプで4年間お世話になりました。あ、そうですか。あの松山市民球場、はいはいはい、であのルリホテルっていうところに泊まりました。あ、そうですか、はい。愛媛は本当に食べ物も美味しくて、あ、もう西条なんかはもう、はい、水がね、そうですね、もうね、あの地下水から来てるから水道代ただなんだよ、西条。はい、僕はあの広島県なんです、うん、隣なんですけど、はい、行ったことないんですよ。いや愛媛はいいよ。はい、あの愛媛の西条高校が初出場初優勝の時の監督が亜細亜大学の総監督矢野助弘さんでした。あ、そうですか。はい、これは飲み方があるんですね。あ、そうです。空気と一緒に飲むんだよ。空気と一緒に。汚らしいと思わないでくださいね。うわー、あのね、これはね、酒井和歌子さんかな。わからないか。酒井和歌子さん。わからないか。ちょっと言ってみて。はい。空気でした。うん。ズズってくるの？誰？真田広之。あ、男？男じゃないかなと。どうでしょう、はい、ご主人からして男ですか女ですか。どっちかっていうと酒井和歌子さん。そうでしょ。分かってませんね。華やかでさ、爽やかでさ、あのまだ、はい、まだみたいな。まだみたいな。宇野だけに僕は宇野重吉さんって言えば。違うじゃないか。じゃあマスクをしていろいろお話を聞こう。じゃこちら見せますね。あ、これはうめえな。あ、福田市長。あー、美味しい。じゃマスクをしてご主人にいろんな話を。さまでございます。ね、おい、卵だよ、ポテトじゃねえよ。頼むよ、ポテト。おい、約束くれよ、びっくりしちゃったよ。ちょっと変えた、変えた、変えた。失礼しました。頼むよ。こういう時期なんだから、ほら、卵。可愛い字で書いてあるじゃない。手焼きだよ。うちの奥さんなんかもさ、はい、横須賀のネイビーバーガーだっけ？あ、ネイビーバーガー行ってみたいってさ、うん、だからあの時も言ったけどさ、ええ、横須賀っていうのはね、うん、遠いっていうイメージがあったのね。ただ京急でピューだから今。いやー本当ですよね。すぐ着きますからね。山口百恵さんの横須賀ストーリーなんかを聞くとさ、また横浜とは違うムードね。あ、はいはいはい、行ってみたいな、うん、でも遠い。でも考えてみたらさ、あの時は子供だったんだよな。あ、なるほど。だから遠く感じたんだけど、あ、大人になると近いんだよな。意外となんかすぐこう2、30分で行けちゃうっていう感じなんですかね、うん、やっぱりね。いい、旅だよ。プライベートのね。本当ですのね。ぜひ、ぜひプライベートも行ってみたいな、ね。そうですね。本当遊び、なんか半分遊びみたいな感じですからね。うん、今日はこれで、ゲームセット放送席、放送席。いや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 、声は宇野山本、そしてこのパンツサードのために12万5千人の視聴者の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。お、カビテーパーしか無理だよ。危ない、危ないよ。出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。のYouTube チャンネルをね、見てるよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、チャンネル登録の仕方ってどうやるのみたいな。
実は、俺もいろんなところで、チャンネル登録してねっていう割に、俺もやり方わかんねえんだよ。どうしたらいいの？ですか、実はですね、いやこれ簡単でございまして、うん、我々の動画を見ていただきますと、うん、その下にチャンネル名が書かれてあるんですよ、うん、この山本とパンチ佐藤の今日もどっかで会える、うん、でその横にチャンネル登録というですね、あの、まあ、登録されてない方はですね、まだ出てくると思うんですね、そこをピッと押していただきますと簡単にチャンネル登録終了、これで完璧でございますから。 OK、 はい、というわけでぜひともですね、宇野山本とパンチ佐藤の今日もどっかでダイナマイトチャンネル登録をよろしくお願いいたします。なー